やっほー、おはようございます。こんばんは。ハロウィン始まりまして、グッズの方いくつか買ってきましたので紹介したいと思います。まず1つ目がこちら、じゃんじゃない、開けます。あ、ハロウィンじゃなかった ハロウィンじゃなかった、すいません。まずはこちらだ ちっちゃいのも出てきた。まずはこちら、ハロウィンじゃないんですけども、この撮り方怖いな、若干ホラー味を感じる ということで、ワンマンで、ショーで初めに登場するミニーさんですね。いわゆるモノトーンのミニーさんの縫い場です。で、こちらは、お花を携えてます。お花はミッキーさんがミニーさんの家の庭から引っこ抜いてきたやつですね それです。で、これも最初モノクロなんですけども、シュパッて色がついて、ショーが始まるといった、そんな感じですよね。で、これはデカ縫い歯なんですよ。デカ縫い歯なので、よいしょ、値段の方が先に見せちゃうと、あ、2600円、高 2200円じゃなかった？あれかな、お花代かな お花代って、お花が入ってるから2600円、400円高いかな。まあ、それか、ポージープラシーなんですよ。いわゆる GI 錠みたく稼働する、縫い場なので若干高めなのかなっていうのと、あとワンマンズドリームツー、いわゆるフォーエバーグッズなので割増しされてるのが、まあいろいろ要素ありますよね という感じ。まあ一番大きいのはポージーかな、やっぱり。こういう感じで、よいしょ、ポーズつけられますんで。で、お衣装の方を見ていくと、基本的には水玉ちゃんなんですね。水玉ちゃんで、襟元見たら、キュールックの衣装なのかな。いわゆるここにフリフリがついてないので、キュールックの衣装をベースにしてるんじゃないかと思われます。で、おスカートこんな感じで、お靴こんな感じで、お顔の方は、意外と選びやすかったです。まあ、デカ縫い歯なんでね、そんなに、いや、まあ、デカ縫い歯でも最近ひどい時ひどいですけど、今回はそんなにひどいものはなくて、比較的選びやすかったと思います。3つ目か4つ目ぐらいで決めました。で、お花の方は、これゴム、発音が変やな。ゴムで持ってるんですけど、このプラスチックがついてるから完全に固定されてますね。で、ゴムで取り外しができるようになってます。で、横の方がこんな感じでなってます。で、まあ、で、右、左側はこんな感じです。で、後ろはこんな感じで、で、中は見たら白でした。はい ということで、これが、ワンマングッズを買ってきたんですけども、これが1つ目で、もう一つがこちらですね。こちらも買ってきました。というのも、これそもそも買う予定はなかったんですけども、よいしょ、キャンペーンに参加したいと思いまして、3000円分買わなきゃいけないじゃないですか。それで、これが2600円で、あと400円分っていうので買ったのが、じゃじゃん、こちら、なんだっけ、ピンバッジかですね。まあ、400円言うても、これ値段1000円してますからね 高いっちゃ高いです。で、ピンバッジで、残念ながらピンバッジはもう、なんだっけ、販売終了 らしいんですよ 早いな、本当って感じで。僕が見た時、これいつ買ったっけ、9月8日に買ったんですけども、その時は棚にむっちゃ並んでたんですよね。でも、その数日後、いや、数日どころか翌日ぐらいにはもうお品切れじゃないんですよ。販売終了になってて、なってました。ですので、これ紹介したところでね、買える方がいないっていう、まあ、あとメルカリで買うしかないっていう感じなんですけども、一応こう可動式なんですよね、カチンコで。カチンコといえば、僕はカチンコを買ったんですよ。このでかいカチンコね、買ったというか、まあ、アッキーくんに代行お願いして買ったんですけども、それをですね、先週の金曜日、いわゆる9月の12日か、木曜日の晩に、受け取りまして、その日、アンバーに泊まって、13日に、フェスティバル・オブ・ミスティークを見に行ったんですよね。で、その時に、僕、リュックの中に入れたつもりなんですけどね、入れたつもりだったんですけど、家帰ってみたら、なかったんですよ。ひょっとしたら忘れてきたみたいなね。
なのでちょっとこの後パークに電話して忘れ物として届いてるかどうかを確認しなきゃいけないんですけども、届いてなかったとしたらパクられた？パクられますかね、パクられますかね、リュックの中身開けて。いや、パクるんやったらカメラパクらへん。どっちが後悔やったらカメラの方がむっちゃ後悔やで。よく僕、自動してる時リュックを置くじゃないですか、床に。結構、またいでいく人とかおるんですけど、まあ、別にまたぐの別に構えちゃ構えんんですけど、君がまたいでるその人に100万円以上の品物が存在してるんだよっていうことを、こう、ぼそっとつぶやいたりしてます。まあ、それはどうでもいいんですけど、で、もしそのカチンコがなかったとしたら、僕のカチンコはこれしかないと。まあ、言っちゃいいんですけどね。なので、ちょっとこの後、アンバに問い合わせてみたいと思います。で、ピンバッジでした。これが1000円で、これの抽選の仕方なんですけども、こちらスマホアプリに出てくるこのキャンペーンに参加っていうのをやってですね、これで一応キャンペーンに参加っていう、意思表示がなされたわけなんですね。で、その後、3000以上購入っていうところ、これですね、ここをグッズを買った時にキャストさんにこのレジでこれを見せなきゃいけないんですね。で、見せてここにスタンプをしてもらうんですよ。そのスタンプを押してもらった時の様子は動画で撮ってきました。お願いします。おお。っていう感じで結構ハイテクですよね。このスタンプを押したら、これだから手では反応しないんですよ。手では反応しないんですけど、スタンプに反応するっていうね、なんかすげえハイテクだなと思いました。で、プラス、ここにフォトロケで撮影っていうのがあって、こちらですね。で、フォトロケで撮影しなきゃいけないんですね。なんで撮影しなきゃいけないかわかんないんですけど、何の得があるんかわかんないんですけど、フォトロケで撮影してきました。で、その時の様子もこちら。というわけで、ワンマンの囚人撮影現場にやってきました。ここで、撮影をしてワンマンの抽選に参加できる権利が与えられるという感じなんで、じゃあ行ってみます。お手持ちのカメラ申し訳ありませんが、写真の撮影ができなくなってます。こちらだけとなります。さっと多い写真の撮影が終わった後、こちらのキャしますので、必ずあちらへ寄っていただきお願いします。というわけで、囚人フォトロケって言われてますんで、自分も囚人感出すような感じで、こう直立不動で撮ってみたんですけど、まあ、なかなかの囚人感があるんじゃないかと。これでキャンペーンの参加の資格があるんですけども、第2弾ってあって第3弾ってあって、このいわゆる3つにパートが分かれてるんですね、期間が。で、この3つ全部にキャンペーンを応募すると、こちら、シャイニングスターカーテンって書いてるんですけども、このハリウッドから場面が映るときにこのシャッてこの金色のカーテン降りてくるじゃないですか。このシャイニングスターカーテンっていうのを初めて知ったんですけども、そのカーテンの切れ端がもらえると。誰得しかも5000名様っていう感じでこれがもらえるらしいんですけども、しかもなんかね、すごい綺麗な化粧箱に入ってくるんですよ、このカーテンの切れ端が。それが5000名様に当たるという感じです。で、今回まず僕は第一発目は応募したんですけども、第二発目第三発目が応募するか、まあ、ちょっとグッズ次第かなと思います。グッズ結構そこで売り切れちゃうじゃないですか。こカチンコ買ってさ、まさかみんな買うとは思わんかったんですよ。僕結構こんな超マニアックじゃんと思って余裕ぶっこいてたら、そこで売り切れ、当日ですよね、まず当日売り切れちゃって、で再販ももうあれ再販したんだったっけ、売り切れちゃって、で見たらこれみんなこれ持ってグリに行ってるんですよね。グリに行ってガチンコして動画を撮るというのをツイッターで何件か見かけました。あ、みんなそのために買ったんかなみたいなね。いや、ミッキーさんも大変やなと思って、またガチンコかよみたいな感じでガチンコばっかり続いてたらね。僕は単に普通にこれ、まあ、金属の手はこれも結構ええ音しますよね。僕ガチンコ結構好きなんですよ、っていう純粋なカチンコファンとして欲しかったんですけどね。でした。
で続きましてこちらちょっとやっとようやくハロウィンハロウィングッズを紹介するんですけども、こちらが窓袋開いてたこれですね。一発目はこれで、まあ例のごとくよいしょ縫い歯です。フェスティバルミスティークの縫い歯をピタン買ってきました。こちらはあの後ろのワンマンとは違ってですね、お顔選びは結構難航しまして、15分くらいかかったなかなか大変でした。大変でして、衣装の方は、フェスティバルミスティーク、フェスミスですね、まあ、略称フェスミス、もしくはミスティーク、どっち使うかな、フェスミスあのスプーキーブーパレードも、あの僕ブーパレって言ってるんですけども、世の中的にはスプブって言ってるケースが多くて、スプブって発音しにくくないですかでフェスミスもなんか発音しにくいよな、まあいいかっていう感じです。上からちょっと見ていくと、帽子が、帽子っていうんかな、あのちょっと平安時代の烏帽子って感じしません、これでこの後ろのレースのひらひらね、これがまたね、あの風になびくとすごいええ感じになるんですよね。まあショー見てもらったら分かると思うんですけど、で今ちょっと見たんですけど、これ可動式すごい可動式やで、これなんか意味があるのかな。怒りが最高潮に達するとこうカシャーンみたいなフェスミスであの僕が好きなシーン、あのミニーさんがちょっと待ってっていう時にちょっと待ってカシャーンみたいなねバカ結構その縫い場で見ると鮮やかっていうか色違くね僕がフェスミス見た時の色もうちょっとこう重いっていうかね、全体的にそんな感じのはしたんですけども、ひょっとしたら僕が曇り空でしか見てないからかもしれないですね。ひょっとしたらあの晴れ空で見たら結構ビビッドな感じの色なのかもしれないです。袖は結構あの膨らんでるフレアな感じの袖になってますね。で足元はこんな感じでレースのリボンがついてるのかな、まあ、実際はちょっとね分かんないですけどね、まあ、あのまた後でちょっと見てみたいと思います。で2019っていうのがついてるのと中は白っていう感じ で後ろはこんな感じ。おリボン、だいたいおリボンがついてるんですけど、今回おリボンついてないんですよね。これなんやろ、このなんか怪しげななんか爬虫類的な感じのデザインになってます。全体的にこれ何がモチーフになってんやろ、その今回のショーのバージがそれぞれそのミラコにある装飾がモチーフになってるらしいので、それとなんか関係してるのかもしれないですね。例えば魚の鱗みたいなとか、あ、そっか、だからグーフィーがあれなんですね。このここら辺がタツノオトシゴになってるんですよ確か。でタツノオトシゴっていうのがミラコの、スロープ、車止めのところにある噴水ですね、あそこにあるらしいんですよ。まあ僕は実際見たことないんですけどもっていうのがあったりします。でタグの方はディズニーハロウィン2019東京ディズニーシーという感じです。でお値段の方が1900円、高っ、1700円じゃないんや、なんやこの200円の違いは、うん、いよいよなんかこのレギュラー、まあ、レギュラーじゃないけどイベントものやけど、とうとう2000円の大台を突破しそうな勢いかな。またちょっと値上がりが進行しそうな気がします。そしてもう一つ衝動買いしちゃったんですけど、こちらじゃじゃんこれなんやこれ何かというと、マントなんですね。これマント買っちゃいましたなんかあのかっこいいなと思って、で自分でもこのねマント着たらバサバサできるじゃないですか自分の大好物を自分で演出するっていうそれをやってみようと思って、やってみたいなと思って買ってみました。でも素材なんだこれ、すごい柔らかいな、絹、スペック見てみます。あ、ポリエステルやった身長が155から185、すごいね、すごい幅がありますよねで胸囲が80から112、これも胸囲かなり幅がありますね。でもこれ80、結構でかくないで S から LL ユニセックスって書いてます。ポリエステル、プリント部分は強く摩擦しないでください。色落ち色移りする場合があります。水、汗により長時間濡れたままにしておくと色落ち色移りする場合があります。これは洗濯するの結構怖くないですかね、なんか速攻で落ちそうな気がする。
で早速まあこれをつけてみたいと思うんですが、よいしょ、どうやってつけんやろ。あ、なるほど、ここに布の突端部分にこう紐がついてるんで、これをこの首に巻いて結ぶ感じか。結構単純だな。まあこんな感じですかね。こうバサッとひょい、バサッっていうかファサーやね。うん、まあで丈はこれ結構よいしょ、僕164センチなんですけども、腰の下あたりまで届いてます。だから結構長いかな。イラワの時のグーさんみたいなのちょっと短めのマントで、なんか滑稽な感じではないですね。でこれを着てパークに行くんですけど、僕よく考えたらリュックするんですよね。リュックするから結構膨らんじゃうし、なんかねどうかな。買った意味あるのかっていう感じです。今更言うなよ。でこちらのマントですけども、値段が2500円、まあ結構ええ値段します。まあパークなんで、まあ、そもそもええ値段しかしませんけど、という感じでした。でマントはこうやってあの壁に飾るとなんか魔除けになるんじゃないですかね。いやむしろ 魔物が寄ってくるかな。どっちかわからんけど、こういう使い方もできるかと思います。はい、ということで、ハロウィングッズですね。縫い場、あのこっちはハロウィンじゃないけど、こっち縫い場と、だから結局俺マントと縫い場しか買ってないんか。なんかもっといっぱい買ったような気がするねんけどな。むっちゃ散財、これも同時に買ったからかな。なんかむっちゃ散財した記憶があるんですけど、そんなことなかったです。というわけでグッズの紹介でした。ではまた、バイナラー。